皆さんこんにちは、お久しぶりです。佐野ひな子です。今回はとっても久しぶりにメイクの企画をやっちゃいたいと思います。ですごいこんなに豪華に用意されてるじゃないですか。これ私じゃなくて、今日は本当にスペシャルなゲストをお呼びしております。ヘアメイクアップアーティストの勝田ゆすけさんです。どうも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 、こんにちは。こんにちは。本当にお呼びいただきましてありがとうございます。いやいや、もう本当に光栄すぎて、もうキラ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 って。キラキラしてないよ、ただのおっさん。ただのおっさん。本当にそんなことないです。いや嬉しいですよ。頑張ります。今日はよろしくお願いいたします。はい、嬉しいですよ、はい、今回ね。じゃあ佐野さん、ちょっといろいろメイクのこと聞きたいんですけど、はい、普段メイクはするんですか？私メイク大好きなんですけど、はい、下手くそなんですよ。だからスキンケアは、うん、すっごい頑張るんですけど、だからちょっと手抜きになっちゃうんですね。なるほど。あ、スキンケアは頑張ってるんだ。スキンケア大好きで、うん、基礎化粧品とかは大好きなんですけど、トレンドメイクとかをやっても自分に合わないなとか、うんうん、この色どうやって使うんだろうみたいなのが本当に下手くそすぎて。なるほどね。なるほど。いやでもスキンケア頑張ってるから肌すごい綺麗ですもん。嬉しい。それ一番言われて嬉しい言葉です。本当に今日僕必要ないんじゃないかと。何言ってるんですか。本当に思うぐらい肌綺麗です。でも本当に初めましてで、うん、どんなメイクを川北さんにしてくれるかが本当に楽しみなんです。いやもうね、昨日緊張して眠れませんでした。いや私です。じゃあやりましょうか。はい、お願いします。はい、ではではでは、はい、で今もうスキンケアが終わってる状態ですよね。はい、はい、じゃあいきますね。ちょっと押さえていただきます。はい、結構テカリやすくなってくるぞっていうね、こういうねおでこだったりとか、うんうんうん、小鼻この辺は一回ティッシュでオフしといた方が後々いいです。メイクは結局後でこうどんどん油が浮いてきちゃったりするじゃないですか、うんうんうん、先にちょっとティッシュで押さえておく、スキンケアした後。なるほど、はい、でも絶対使わなきゃいけないっていうのがやっぱりこうね、日焼け止めと下地が一体化になってるやつ、うん、まあ、特に SPF が高い方がいいですね。今年また夏はすっごい暑いですから。すごいですよね、すぐ焼けちゃう、うん、でもベース塗ったらもうあと次コンシーラーね、うん、まあ、もちろんもちろんもう佐野さんは本当に肌が綺麗だから、あのもう気になるところだけトントントンと、うん、やっていただいたら十分いけます。で目元アイシャドウとかこれから重ねていくとちょっとくすみやすかったりするので、ちょっとオレンジとか入れておくとさらにいいです。で眉毛の上、ここはね明るくしたいんですよ。高く出したいんで、おでこをね、うん、これ大事なんです。おでこをちょっと高くしておくと彫りが深くなってくるんで、うん、でもうバーッと広げていきます。クマのところはね、はい、すごく優しくオレンジをこう叩き込んでいく、うんうん、で佐野さんって肌がね、そのこのオレンジ入れちゃうとどうなの、浮いちゃうんじゃないってちょっと思うじゃないですか、はいはいはい、でもテレビとかの時ってちょっとクマっぽくなりません？私すごいなるでしょ、クマが、はい、うん、悩みですね。ここにオレンジをちょっと仕込むだけで青みが少し切れるんで、これをやっておくといいですね。なるほど、うん、どうですか？めっちゃツヤツヤ、はい、でクマのところオレンジでちょっと色補正してるんで、うん、クマ全く気にならなくなりましたね、はい、すごい、うん、これがオレンジなんですね。そうなんです。オレンジとあのこのベージュ、うんうん、この2色合わせて、このまずオレンジを入れて、ここにベージュ入れたんで使ってなかった、はい、するとこうブレンドできるんで、うん、全くオレンジが浮いてこないと。なるほど、すごくいいと思います、で次パウダーでちょっと抑える、うんうん、テカりたくないですよね。そうですね、おでこ、うん、目周りも若干こうアイシャドウとかよれてきちゃうでしょ、はい、うん、ここちょっと抑えてあげる、スポンジでいいんですね。スポンジでやります。ここ同じスポンジで、うん、はい、あとテカりたくないのは小鼻、小鼻、うん、の鼻周りですね。汗かいてるように見えちゃいますよね、うん、はい、うん、これで終了。え、これですか？これでベースメイク終了です。これからファンデーション、いやいや、もうないです。すごい、めっちゃ綺麗ですから。嘘、これ以上やる必要ないです、で佐野さんすごい小顔なんですけど、若干この顎の辺がこうもたついて見える時があるでしょ、うんうん、はい、写真とか撮ったりとか、はい、ここに入れるんですよ。え、何、ここに入れる、この顎の下です。ここ、はい、今なんか丸く入れましたね、はい、顎の下にこれ顎の下ラインをこう取ってスーッと入れていきます。ここ入れとくでしょ、はい、この顎の下ですね。すごい、うん、ここ入れとくと結構くっと顔が締まるんです。ここにやったことなかったです。やったことなかった、はい、ここが締まると顔がちっちゃくなるんですよ。あ、なんかでも影が
でしょ？うっすらできました、はい、若干この顎の下のところこっちなんですね。こっちじゃなくてこっちなんですね。ここあのお首が長いでしょ。あとこういう服着てる時って、はい、ここ締めてあげると、うんうんうん、すごく顔がキュッと締まってさらに首が長く見えるんです。いいでしょ。すごい絶対やってほしい。もう感動。全然知らなかった。本当ですか。で赤み系のアイシャドウ、うん、はい、トレンドですね。すごい赤みやります。お願いします、はい。で、サムさんでちょっとだけ球心寄りなんですね、はい、顔が、お顔が、はい、パーツが真ん中に寄ってるんですよ。これいいことなんですね。メイクがすごく映える。そうなんですね、はい、お顔なんですよ。なんでちょっと外側から塗ってってあげると雰囲気がぐっと上がってくると思います。え、あれじゃないんですね。今なんかアイホールに全体塗るみたいな。全体塗るんですけど、ああいう感じじゃないんですね。塗るんですけど、塗り方としては若干この外から、はい、あの塗り始めがやっぱりどうしてもアイシャドウってドンとつきやすいじゃないですか、はい、なんでこう少し外側を狙っていってトントントンとこう内側はつなげてるだけって感じですね。内側つなげてるだけ、はい、なるほど、はい、すごいテクニックがいっぱい詰まってる。すごい、ちょっとうっすら、はい、うっすら入りましたよね。入ったけどでも全然自然に入った、うんうん、でまあオフだったら、うん、このアイシャドウ一つだけでもいいかなと思うんですけども、うんうんうん、やっぱりよれちゃうとかなんかいろいろあると思うんで、はい、少し赤み系のアイシャドウ、うん、例えばこういう色ですね、うんうんうん、ナーズのこういう色、うん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 、ちょっと使っていきますね。これを今と同じように、はいはい、少し外側にさっと入れていきます、あ、すごい、全然はっきりしてきましたですよね、はい、どうでしょう。でもなんか下にちゃんと仕込んでるからか。そうなの、全然ピタッとはまってくるんで、はい、きれい、うん、クリームシャドウってね、そう仕込みになってくれるのと、うん、あとこの濡れ感がまたさらにね強く出てくれるんで、上から重ねても、はい、重たくならないんですよね。なるほど。その後がおー、すごい、ラメもちょっと入った。そうなんです。全然なんかもっと私だったらガンってこう中央にこうやっぱ色を重ねがちだったのが、今こう外にこうずれてるからこう、うん、ふわって感じで乗りました。うん、綺麗、めちゃくちゃ可愛いです。嬉しい。あれ完成じゃないのぐらい。まあまあまあ、あのあとはペンシルのライナー。同色なんですか、黒。ね、これはもうブラウンでいいと思います。はい、赤入れた後に黒入れちゃうと、うん、あのちょっと濃く見えちゃうんですよね。なるほど。すると入れたって感じじゃないでしょ。入ったんだって今本当に思いました。これで入ったんだ。入ったんだって感じなんですよ。すごい。でもこれで目がちょっと大きく見えました、はい、いやもうね、入れなくても本当に全然目大きかったですよ。うん、十分で、あの一緒ですね。入れ方としてはできるだけ外を意識して、うん、でもビヨンって伸ばすとそこのラインが強調されすぎちゃうので、これだけでいいんですね、うん、そうなので、はい、まあ、あのマスカラ、これブラウンでも正解なんですね、実は。なんだけど佐野さん多分ラインとか強みが好きですよね、はいはい、で方は黒がいいんですよ。そうなんですね、はい、佐野さん、これちょっとご自身でやってみてもらっていいですか。これマスカラね、塗る時のコツは、これ1回に拭くんです。ティッシュで、ティッシュでオフ、はい、オフ、これ大事なんですね。液だまりしちゃってるから、これ一回オフして、でそれからやってください。え、またの、ね、はい、入れて、入れるんですね。もうざっとちょっと上げるぞみたいな気持ちでやっていただいて、これさらにビューラーもなしで、ビューラーなしです。ビューラーいりません。上ですか。はい、上にグーッとちょっと上げるぞ。うそ、はい、グッと上げるぞと、はい、なるほど。ね、でその時にちょっと上げるぞみたいな気持ち、ちょっと上げてやる、そう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 、あー、なるほど、はい、ちょっと上がったでしょ。なんか落ちてたのがシュッっていう感じ、そうそう、スッと。で伏せ目で、うん、あの、はい、バチンってなってないから、うんうん、ちょっと色気があるんだ。なるほど。マスカラで上がるんですね。いやいや、綺麗、びっくり。できました、うん、あ、下はつけてないです。つけなくていいです。いいですか。あ、まつげが長くなってる。でも、うん、そうなので、黒目に当たってない、はいはい、当たってなければ僕 OK だと思ってて、黒目にやっぱりかぶっちゃうとアイキャッチっていうのが入らないから。なるほど、そこまで下がらないぐらいで、うん、そう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 、ちょっと上がってるぞにしとくと、あの先ほど言ってたインラインとか、うん、インサイドラインとかそんなガシガシやんなくても綺麗になるっていう。すごいポイントがいっぱい、もう今日いっぱい覚えて帰ろう。いやー、すごい綺麗ですよ。嬉しい。で、次眉毛やりますね、はい、で、このアンダーライン、アイメイクこれぐらいにした理由は、このアンダーライン、この下のラインですね、はい、2本こうラインがあるでしょ、はい、眉毛って。このアンダーラインをしっかりと取ってあげて、うんうんうん、これをまっすぐなんですよ。ここを
アンダーラインをまっすぐと引くんですね。まっすぐ引きます。で、ちょっとワックスっていって、この薄くなるんですね。これ薄い、薄い、ほとんど薄いんですよ。これですね。これで、ね、もうほとんどかけてないというか、もう本当に下書きみたいな感じで薄く。眉毛に下書きをするんですね。はい、面白い。ちょっと見て。茶道が入った感じです。そうそうそう。すごい。このアンダーラインをもう一回最後重ねていって、うんうん、で山をトン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 って優しく描いていきます。山を最後の方にトントンなんです、はい、です優しいですね。自然に生えてますよっていう感じが僕はいいかなと思って、うん、優しい感じの。そしたら今度は眉マスカラで、うん、このね眉毛が実はあの少しだけ癖があるでしょ、眉毛の毛の、はいはい、これをフィックスさせて。なるほど、うん、おー綺麗、はい、うん、嬉しい。眉毛すごい苦手なポイントだったんですよね。ですよね、難しいもんね。眉毛は本当に自分も本当どうしようもなくて、うん、だから生やしちゃうんですよ。あ、なるほどね。いや生やしてていいです。やっぱなくすと描くのがとっても難しくって、うん、そうですよね。アンダーラインをちゃんと描いておいて、でアンダーライン描くことによってこの目の距離が縮まるんですよ、眉毛と。でさっきやってたハイライトここ高くしたでしょ、はい、でこっちラインがあって引いたことによってここがグッと下がるんで、はい、彫り深になるんですよね。私が、うん、そういう効果があるんで、メイクでそういうことやっぱりできるんですね。そうなんですよ。おー、もうできたんじゃない、ほら。私なんか目元をバッてやるのってやっぱマスカラだったりアイシャドウでガンって入れるべきだと思ってたんですけど、眉毛が大事なんですね。眉毛なんですよ、一番眉毛が大事。すごい。で次はチークいきましょうか。まあ少しこう真ん中寄りにほんとちょんちょんちょんですね、入れていきます。あ、入ってるかな、入ってないかな。でちょっとつなげちゃったりして、で今度はハイライトを、あ、下に馴染ませる、この周りに入れるんですよ。周りに、はい、するとチーク入れましたって感じにならないんで、はい、すごいポンって乗っちゃうんですよね。やっぱハケで取りすぎちゃうから、うん、そうなんですよ。少しトントントンって一回ね粉ぶっ踏ましたら手でトントントンってやる。ハイライト入ったんですね、はい、すごい馴染んだ。もう最後です。もうね、もう最後です。ちょっとリップブラウン系いきましょう。真ん中だけ少し大きめに描きます、うん、でここも下もね、下もちょっと大きめで、ブラウンだから全然馴染んでくれるんで、でハイライトちょっと真ん中にちょっと足してあげるんです。リップの上にですか、はい、少しだけ真ん中だけ、はい、出来上がりですよ。綺麗、このリップ、嬉しい。どうだどうだ、もうおじさんなんか熱いんだよな。汗が、はい、どうでしょう、上手すぎて。いや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 、すごい。例えばこれで、あ、ちょっとリップ私これ濃いなとかって思うときは調整すればよくて、例えばこういうリップクリーム、はい、でこれ上からトントンと色を重ねていくと色がちょっと薄くなるじゃないですか、はい、自分でその辺の調整もできるんで、はい、少しツヤを足したりとか薄く見ることもできるんで。どうですか、今日はすごい学ぶことがいっぱいあったんですけど、ですか、大丈夫でした。自分じゃこんなにアイテムを使いこなせないです、うん、あ、本当ですか。でもメイクがすごい楽しく思いました。アイシャドウの赤もなんとなく憂いがある感じしません、はいはい、だからもうこう本当に全部がこう、うん、交わりました、ちゃんと綺麗に。すごい、自分の顔でこうなると思わなかった。いや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 、さすが川北さん、とんでもないです。もう寝ずに考えてきました、ね、寝ずに今日どうしようかなって。いや、もうすごい、はい、まあまあこんな感じとなります。その YouTube 呼んでいただいてありがとうございました。いや嬉しいです、本当ありがとうございました。ございました。こう節目をね見てほしい、こうマスカラもね揺らしてないから。どう、すごい、なんか こんなにアイシャドウ乗せたことも自分じゃあんまなくて、乗せすぎちゃうと自分がケバい顔だねって言われたのがすごいコンプレックスだったこともあったから、でもこんなに外側からトントンっていうテクニックも教えてもらって自分も実践してみようかなと思ったし、このリップ色っぽくないですか、すごい良い、すごいな、さすがだな川北さん、本当に。はい、ということで今回はひなチューブでは川北さんにメイクをしてもらう企画でしたけど、
次回は川北さんのチャンネルに私が登場します。なのでそちらもぜひチェックしてみてください。じゃねー。